どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は社会人1年目の方のお悩み相談を、実際の社会人経験が長くて活躍されている大人の方に聞いていただいて、悩みを解決してもらおうという企画になっております。よろしくお願いします。お願いします。ゆかしと申します。朝クラスの池上です。よろしくお願いします。旬に走られ続ける人生という、みなみと申します。お願いします。本日はですね、ゆかしさんの方からお悩み相談をしていただいて、最終的に明日から頑張ろうという状態になったらいいなというふうに思っております、はい。社会人1年目になって数ヶ月目ぐらいで、就活生の時と実際に働いた後では、入社前後のギャップであったりとか、意外と就活生の時の悩みとは別種類で、こういうことがあるんだっていうのも、実際に今の就活生の方も知っていただけたらなっていうふうに思っております。状況についてまずはお聞きしたいんですけど、最近どうですか？いわゆる1年目のやらなきゃいけないような、その事務系の業務をやりつつも、こういう風にやったらもしかしたら自分の得意分野とかを活かせるかもなみたいなことを考えながら、ちょくちょくそういうことができるように、まずは1年目がやるような雑務をできるだけ短い時間でできるようにして、先輩方に提案できるような時間を頑張って増やしているみたいな状態が今の状態です。ちなみにお二人もサラリーマン経験もあるということで、はい、池上さんは DNA の子会社社長をしばらくやられて独立されたと思うんですよね、はい、で一方南さんも博報堂という会社に長年勤められて独立されたと思うんですけど、はい、そういった視点から今日はお話を伺いたいなというふうに思っております。はい、では池上さん、一つ目の相談をお願いします。これまでは好きな人と好きなお仕事をやるってことができてたんですけど、今後も自分とは合わない人と働く機会もたくさんあると思うんですね。そういう時にどうやって乗り越えたらいいんだろうみたいな部分は、まあ1年目でも悩んでたことですし、今後も悩みそうだなって思ってんで、ちょっと質的です。僕はプロスポーツ選手と一緒だなと思って、チームが勝つためにはチームの中に合わないやつがいても、プレーのスタイルが合ってればチームが勝ってればいいんじゃないっていう、チームが勝ってファンが喜んで、そしたらもう別になんかいいやつも嫌なやつも点取ってくれる限りいいし、ゴールキーパーゴール守ってくれればいいし、いいやつも嫌なやつもなんかチームが勝つために抱いてくれればそれでいいんじゃない今聞いてて思ったんですけど、アクションプランとして3つパターンがあると思っていて、1つ目が理不尽ないじめを向こうがしてきた場合、それはぶち切れる、そしたら向こう萎縮するんで、はい、2個目はもう関わらないっていう、無視する、で3つ目は部署移動ということで、そのプロジェクトから違うチームに移してもらうとか、それでもなんか環境が悪かったら転職した方がいいなって思います。社会人になりたての頃ってそこしか居場所がなくて、辞めたらもう終わりだって思いがちだけど、周りの大人に最後の最後の助けを求めればいいし、もうそれでもダメなんです、会社なんか辞めちゃっても転職すればいいし、1年目でもちゃんと辛いってことを伝えるってことは大事だと思うんですけど、伝えた結果伝わるんだろうかみたいな部分はまだやってもないんですけど、普通に不安だな。結構やっぱり実力がある新人は会社も大事にするから、基本的には自分が強くあれっていうのが僕の方針だね。もう切られてもいいと思われるような存在だから切られるんだよっていうのはある。今私がやってる仕事って環境を整えるような仕事だから、お客さんにとっての価値を届けてるような気分にはなかなかなれなくて、普通の状態で入社してしまったからこそ、今は先輩たちのために働くみたいな感じで、どこかでちょっとずつ何かを開花させていかないと、一生雑用係になっちゃいますし、本当にこのままでいいのかなみたいな。だって別に全員フォワードやる必要ないからね、まあ、サッカーですね、でいうと、まあ、先輩たちが点を取る役だったら、ゆかしはディフェンダーで先輩にパスをつなぐでもいいし、ポジションがあるからチームとしてバリューを出せればいいので、そのまんまでいいんじゃない。そのままディフェンスやってたら、ディフェンスがすごいできる人っていう状態でプロジェクトアサインされちゃう気がする。ただフォワードから見てると、パスを足元でピタッて止められないのにフォワードできないでしょみたいな、今日もうちょっとちゃんとやったら上げてあげるよって、僕の周りはなんか割とそうかな、バカだなと思っていて、もしフォワードとして活躍したいんであれば、フォワードとしての場をくれない、そうじゃないと実力がつかないから、だからお客さんに対しての提案の場とかプレゼンの場をもう作らせてくれっていうのを直訴していかないと、その組織のトップの人はゆかしのことをディフェンダーとしか見てないから、一生フォワードになることはない、選択肢が持てれば多分意思は通せる。自分がめちゃめちゃ強いことがやっぱ大事ですよね。強いゆかし像を求めている。1、2年目のうち
私はどんな仕事の内容でもある程度はなんとかできるような力をコアスキルとして身につけるべきっていう認識をしてるんですよ。その状態で3年目になりました。あなたの強みは何ですかって言われた時にディフェンスで多分言えないなと思ってて、そこが不安なんですよね。ギブアウトテイクなんで、その便利ですよ私っていうのはギブだと思うんだよね。ギブが少ないのにテイクしようとすると向こうは嫌がるから、うん、でテイクするもの間違えちゃうとさ、たまんないものテイクしちゃって、うん、なんかね、美味しいご飯とか楽しい旅行とかをさ3年積み重ねてもさ履歴書に書けないわけだから、うん、必ずギブをしてテイクをするってことと、テイクするものを間違えないってことをしていけば3年後ちゃんと積んであるんだ。ここが得意だったから出世できたとかあったり、転職した時は自分の価値ってなんだろうってすごい悩んだ。そんなに甘くなかったというか、自信がある程度あったとしても転職して外の世界に行っちゃうと、え、俺何屋だっけみたいな、結構悩んだ。何屋であることってやっぱり大事なんですか？君はプロだよって言われて育てられて5年近くいたので、自分が磨いてきたプロの技をいらんって言われると自分の存在が分かんなくなっちゃって、うん、何者でもない自分みたいな。へー、ちょっとへこみましたね。そっからどう立ち直ったんですか？結局でも全てを捨てても自分らしさは残るし、意外とその基礎力をつけてれば全部を失っても再び立ち上がれるっていうのが、なんとなく僕の成功体験ができた。例えば今の会社から転職した際に培ってきたものが何も使えないっていう状態はやっぱ避けたい。もう取られちゃって俺は何度でも蘇ると、そうそうそう、取ってけってなるとめっちゃ強い。そうする、やっぱり盗んでこようとするやつとかさ、奪ってくるやつ、敵がいるからさ、いやもう俺の経験だけは盗めないからって思ってれば何にも取れちゃう。強いです。僕は全部奪われても3年で全部復旧する自信がある。でもお金とか全てなくなったとしても、全部なくなっても全然余裕、元通りにする。これはやっといてよかったって思うことと、やり残したなって思うことが教えていただきたいなと思います。いや、思い切るぐらいまで働いたのがよかったな。一つのビルで異変すんなよ、練習してまでやろうすんなよ。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。